バヤーン、びっくりしたびっくりした。そのパターンなかった、意表をつかれましたよ。マックス村チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アップマックスさんの仕入れと PR 担当のバヤーでございます。今日はヌンチャクケース、久しぶりやな。です。しかもそれマックス村井からじゃん。そう、それただのマックス村井から、ただのマックス村井から、マックス村井コラボヌンチャクケースじゃない。あの、正式にコラボしてないですよ。してない、してない、うん、ぶっちゃけこの色合いが別にマックスブライカラーで別になんか権利があるわけではないから、うん、マクドナルドでありね、フェラーリであり、フェラーリであり、ガストであり、ま、そうですね。まあでもこの色の組み合わせ見たら、この、ね、まあ、大体マックスブライだよ。大体ですよ。赤色、皆さん、ヌンチャクケースって、昔からですね、あのヒット商品なんですよ、はい、最初は 4?5?4であったと思います。トリックカバーって言われてる製品なんですけど、マミルドン君がずっとこうカラン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 やってるのをよく皆様ね、なんか昔から見てる人は記憶に新しいんじゃないでしょうか。ちょっと、はい、俗に言うあれやります。トリックをいきましょうかね。ちょっとね、これね、サンプルなんで硬いんですけど、まあ、こんな風に、ね、画面を守ってる状態から一発で画面を出すっていう時に、よっつってよっってやると、ほら画面が出てくる。ヌンチャクケースとして結構なんかバズったんだよね。そうですね。しかもこれ微妙に使いづらそうじゃないですか。私からしたら使いづらいんですよ。そういう人もいると思います、うん、ただマグネタ君一時期ずっと使ってたよな。使いやすいという意見もある。あの、使いやすいという意見もある。あの、懐かしいでしょ。夏い、すごい様になってる、様になってる。楽しいです。で、外とかこれで歩いたら、そう、こうやって歩いてる、すげー見られる。このこういう動きっぽさがヌンチャクっていう名前の由来ですね。これわざとがあるんだよね、なんかね。あります、あります。すげえ動いて、すごいやられるやつ。懐かしい。ループザループとかやって勝手に、いや、勝手に私作っただけです。これ、あの、普通に使われてる方もいらっしゃる人気ケースだよ。そうなんですよ。使わなかったりするのすごい便利です。ネタだけじゃないですよ、機能もちゃんとある。それ以上紹介することあんのこのケース。うん、ナイス。ガイラ2でございます。これ iPhone6 番、これ6番ですね。で、5番とかもあんの。あります。今ちょっとアハンサイ在庫あるかどうかわかんないですが、あの、在庫がない場合は、あの、入荷お知らせメール、登録、再入荷お知らせメール登録ください。入荷された段階でメールが届くような仕組みになっております。それで購入していただければと思います。いやー、ヌンチャケース久しぶりだ。久しぶり。マムトさん、じゃあちょっと最後ヌンチャケースアピールいただいて、一時期かなり使われてた方として。ヌンチャケース、このスタンドになったりする利便性もさながら、もうこの、これがね、すごい楽しい。これ見てると、見てると絶対ね、やりたくなる。やりたくなりますよ。あのね、持っちゃうとね、もうね、なんだろう、無意識的にずっとやってるんですよ、こうやって。で、このヌンチャクケースを使った後、別のやつやったらこうやってやっちゃうんです。問題なくなる。なんか退屈みたいな、あれ動かない、ね、このこうやって出しそうになっちゃう。あ、ちなみに今見てるんですけれども、カラーバリエーションが、これ赤と黄色じゃないですか、黄色と白、白と黒、白と白、黒と黒、あの、いろんな組み合わせございます。どうぞ、あの、概要欄の、リンクから飛んでいただいて、関連商品とかでバーってカラーバリエーションあると思うので、お気に入りの組み合わせでどうぞ皆様買われてください。ぜひ。はい、じゃあ本日はヌンチャクケースでございました、はい、マックス村井からのヌンチャクケースでございました。はい、です。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。